はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、お待たせいたしました。ミニマモレット、両銀目仕様ですね、完成いたしました。使ってる革はオールブテールですね。本当にいい革、はちゃめちゃいい革。もうね、コバのこの、なんだろう、綺麗さっていうのはね、多分この革じゃないとできない。まあこの革だからできる綺麗さっていうのを、かな。まあ、このブッテイロってのは、なんて言ったらいいんだろうな。本当にね、コバの作りがね、本当に綺麗に収まるっていうのは、ブッテイロとか、プエブロとか、ヨーロッパ系の革っていうのはね、綺麗に出ますね。もちろんね、湘南タッシュが全然できないってわけじゃないんですけど、個人的に湘南タッシュとか、国内産の革で1時間かかるコバの工程っていうのは、このヨーロッパの革だと30分、ぐらい、半分ぐらいになるので本当に助かります。もう本当にいいわ、そんぐらいいいかも。でも本当にこうピカピカね。で、今回はなるべく厚手ってことで、本当にね、過去最大の厚みになってます。中パンパンです。もう本当に中パンパンで、両銀面仕様で、刻印はね、この仕切りの方にはなしとなっております。で、その代わりここにミニ刻印入っております。で、ベロの方長めで、両銀目仕様ね。で、糸は0番手っていう、うちは通常使わない一番太い、糸になっております。0番手っていうのはね、もう本当に、トラッカーワレットとか指定がある時にだけ使う糸ですね。で、台座ね、ここからこちらまで全部裏張りしてあります。本当にね、ブッテールで裏張りすると本当に硬い。もう硬い。ただね、馴染むとすごい柔らかくはなるんです。なので、お使いいただくその方の癖に沿った、エイジングっていうのかな、形になっていく革なので、エイジングもね、本当楽しい革ですよね、ってる。本当にうちのね、ド定番にしてもいいぐらい、正直、これ一本に集約してもいいぐらい、いい革っていう認識なんですかね。はい、金具の方はね、シルク。で、お送りしていただいたドラッパンでもシルク。で、ここにバックポケット、ストレートね。通常だとこの M 型だったらここも M 型になるんですが、ここを押していただければ変更可能です。はい、一応こんな感じかな。よいしょね、こんな感じ。よいしょ。で、最大の厚みっていうことだとね、結構ね、いろいろやって、実はね、これ完成したやつ、これ失敗したやつ、これ作ってね、完成した、まああとコバ磨いて終わりだと思ったらね、あ、閉まらないって買って分厚すぎて閉まらない。うちの革の厚みのね、この厚みのラインっていうのが3ミリ、2.3 ミリ、1.7 ミリ、1.1 ミリっていうサイズ感で統一してるんですが、ブッテールだけ減圧のサイズっていうのがね、ちょっと微妙なんですよ。微妙っていうか、バラバラっていうか、難しいんですね。3ミリもないし、2.3 ミリは太い。なので、なかなかね、うちの定番の厚みで揃えるのは難しくて、もちろん 1.7、1.1 ミリっていうのは揃えられるんですけど、減圧、厚みに近いものっていうのがちょっとばらつきがあって、その 2.3 ミリっていうのがミニマムウォレットのメインサイズの厚みになるんですよ。それをね、ちょっと取れなくて、でも厚手でいいんだったらって言って作ってみたら、あ、ダメだっていう感じで、これはダメだ、しまんねえ。はい。以上になったんですよね。もうちょっとね、革すき機で全部革をね、調整して、一番ね、最大値を出して、作っております。はい、こんな感じで中ね、さっきも言ったかパンパンになってますけど、はい、ご希望のね、サイズ感にはなってるかと思いますので、はい、ぜひね、動画の方でご確認、ちょっと長くなったね。ごめんなさい。動画の方でね、ご確認の方をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。